チンタオ文化教材社とは日本の模型メーカーである。青島ブランドで自動車、観戦、航空機、アニメや特撮作品のメカなどのプラモデルを販売しているほか、スカイネットブランドでラジコン模型やキャラクター雑貨、ディズムブランドでダイキャスト製ミニカー、ミラクルハウスブランドで金属製完成品模型、ファニーナイツブランドでフィギュアなどを販売している。 1935年に、青島二郎が創業した、ンタを模型飛行機を前身とする模型、プラモデルメーカーである。静岡県静岡市青井区に本社を置き、静岡模型教材共同組合に所属する。キャッチフレーズは、創造のプラモデル、商標は青島。プラモデルを中心に完成品模型、ミニカー、フィギュア、キャラクター雑貨などの製造及び輸入。 販売を行っている。青島では一貫してユーザーを楽しませる子供たちにプラモデルで遊んでもらうことを主眼に置き商品開発を行っている。しかし初期ウォーターラインシリーズでの交渉不足や金型製造技術の低さ、人気 TV 作品に登場するメカによく似た製品や子供に人気の合体シリーズの存在などからかつては 同業他社より一段低く見られることもあった。合体シリーズではアニメ、特撮作品では考えられない分割やデザインの商品を生み出した。忠実に作品世界を再現しようとするスケールモデルの世界ではこうしたメーカーサイドが提案する遊びは道を外れているとみなされる場合があった。しかし余った部品を組み合わせて自分だけのメカを作る。 合体シリーズの UK ブロック遊びは、宝のマグネモシリーズなどにも共通する、ユーザーに好まれる遊びであることは事実である。青島のキャッチフレーズだった、創造のプラモデルは、プラモデルを通した遊びを追求した結果生まれた、理念でもあった。逆説的に言えば、上位メーカーと違い方や、業界のセオリーにとらわれない、自由な発想の商品をリリースできるのが、 強みともいえ、他社にはできない、挑戦的な新ジャンル、新シリーズを、たびたび発表し話題をさらっており、ユニーク商品の常連として知られている。1923年から飛行家として活躍した、青島二郎は、1926年に飛行家を、廃業した後も、飛行機への愛着を捨てきれず、1932年から、 動力付き模型飛行機を発売し1935年にチンタオ模型飛行機を創業する。1940年から日本軍と文部省の主導で模型飛行機は教材として正式な教育課程に組み込まれ一気に需要が拡大する。終戦後、チンタオ文化教材研究所として 再出発したものの GHQ への配慮から1949年まで休眠会社状態となる。1950年から模型飛行機の発売を開始し、1961年には有限会社に改組した。これ以降プラモデルの開発に着手し、最初のプラモデルとして1961年にスピードボート、ブルーバードを発売。 黄色い流線型の航空機風光速ボードで SF 風味のオリジナル商品だった。また1962年には海外 SF 人形劇、スーパーカーの商品化も無反件であるが行っている。その後人気作品の登場メカによく似た SF メカのプラモを次々と発売、飛行機や自動車などのスケールモデルと並ぶ人気シリーズとなった。 1969年にアポロ11号を含むアポロシリーズを展開。半券量の必要ないキットだったこと、人類初の月着陸ということで客層を選ばなかったことなどから大ヒットを記録、第4回モデル大賞のフロンティア賞を受賞している。1971年からはウォーターラインシリーズを発売、息の長いロングセラー商品となる。一方で、 鉄腕アトム、お化けの九太郎、赤道、鈴之助などのアニメ、漫画キャラクターや、スペクトルマン、解決ライオンマ丸、稲妻などの特撮キャラクターも手掛けている。これらは単発で終わったが1974年に、マッハバロンで初めて合体シリーズを発表すると、一躍大ヒット商品となり、 当時の関西模型小売り賞組合連合会から1975年度の最も売れた商品に贈られる賞、プロフィット賞を受賞している。合体は同社の18番となりその後、合体マシン、合体ロボというブランドでアニメ、特撮キャラクターモデルを発売することになる。1976年からは映画、トラック野郎シリーズのヒットに合わせてデコトラシリーズ、 スーパーカーブームに合わせてスーパーカーシリーズを発売。スーパーカーはブームが去ると次第に廃れたがデコトラシリーズはロングセラー商品となった。1980年からガンプラブームが始まった。その前年のガンダム放映中に玩具の売り上げ不振を補うため制作サイドはメインスポンサーのクローバーの了解を得て プラモデルでの模型化を青島に脱進している。しかし、すでに打ち切りが決まっているという話から、次回作のトライダー G7 より模型化するという話でまとまり、青島からの発売はならなかった。結局、ガンダムの模型化はバンダイが放送終了後に行うことになる。ガンプラがブームとなり始めた頃、青島はガンダムに次ぐ富の作品である。 伝説巨神イデオンの商品化を手掛け、1981年秋からは、1、600の統一スケールで、すべての重機動メカを模型化している。1984年にはまだ黎明期だった、ガレージキット分野に進出。ミユキや、キャッツアイのレジン製キャラクターフィギュアを発売した。その後、専門ブランドとして、アルゴノーツを1991年に立ち上げ、 ターミネーター、ロボコップなどのソフトビニールフィギュアやレジンキットを手掛けた。1989年6月に株式会社に改組し、同時に CI マークも現在の青字に A マークに変更。1997年の新世紀グランプリサイバーフォーミュラ、1999年の勇者王がオガイガーから TV アニメ作品のプラモデル化は徐々に復活し、 デコトラや現用車両のスケールモデルと合わせて主力商品となった。また、1997年に主に塗装済み完成品を扱うスカイネットブランド、1999年に主に合金トイを扱うミラクルハウスブランドを立ち上げている。2002年には同年2月20日に、 会社解散した今井から発売されていた、プラホブネ、サンダーバードなどのキャラクターモデル、エアコッキングガン、BB アクションガンの金型を購入し、自社製品として発売した。なお、一部製品は金型の改良が行われている。2005年から、ダイキャストミニカーを、ディズムブランドで発売。 これまでモデル化に恵まれなかった1970から1980年代の自動車を中心として展開している。特に2006年に発売された F31 レパードは即日完売し、一時は鹿の2から3倍の価格で取引されるという爆発的ヒット作品となった。またこれらの金型を生かした劇中車もプラモデルと同様に発売されている。 2008年には、板車を再現するためのキャラクターでカールを付属した、プラモデルを、いち早く商品化、当年に、通社を、商標登録している。2009年には、中国の玩具、メーカーハッピーウェル製の変形ロボットシリーズ、ロードボットの輸入、販売を、第2期まで行った。2010年2月より、中国の模型メーカードラゴンモデルズの輸入代理店となり、 2014年12月まで、ドラゴンブランドのプラモデルの取り扱いを行った。合体マシン、合体ロボットシリーズアニメスケールシリーズ伝説巨神、イデオンシリーズ魔境伝説、アクロバンチシリーズアクル大作戦、スラングルシリーズテクノポリス21、C シリーズポケットパワーシリーズ親子マシン超高戦士、ザクレスシリーズターミネーターシリーズムービーメカシリーズ、 サンダーバードシリーズ青き鋼のアルペジオシリーズウォーターラインシリーズアイアンクラッド鋼鉄艦シリーズホブネシリーズ大戦機シリーズミニファイターシリーズ1144総発正体172ミリタリーモデルキット148リモコンアフフ自動車シリーズスーパーカーシリーズデコトラシリーズバイクシリーズ4区シリーズ通車シリーズ9シリーズあたり港では一部を除き 比較的近年まで展開されたものを記す。アポロシリーズサイクリングシリーズ、鉄道車両シリーズマイクロプラモデルシリーズ建築、ロマンド、スペースクラフトシリーズ青島コミックス、新世紀号金 RC 戦車キャラもその他。ありがとうございます。